熱帯夜となった夏のとある日曜日、警ら隊の前にとんでもない連中が現れた。赤信号を無視し交差点を突破、無法者のバイク集団がパトカーの目の前で傍若無人の暴走行為を始めた。前の前に止まれ、気がする前に止まれ。制止の声を聞き入れる気などさらさらない。道路は俺たちのものだと言わんばかりに蛇行運転、パトカーを挑発する。前の前に止まれ、気がする前に止まれ。ナンバープレートは読み取られないようビニール袋で覆われている。捕まえられるものなら捕まえてみろと言わんばかりにありとあらゆる違反行為を繰り返す集団。もはや止まる気などはないと悟った隊員たちは安全を最優先に考えながら停止を試みるのだが、何見てんだよ俺は。しかしパトカーへの挑発はますますエスカレートする。しつこいね。そこでもう一台のパトカーが先回り、信号のたんびさ来られたじゃん。来られたらなあ、たまったもんじゃないよ。信号のたんび止まんなって、巻くぞもう。しかし小回りの利くバイクはスルリとすり抜けていった。すると連行してください、連行してください、連行してください、確保します、容疑者確保。ふざけんじゃねえよ。おら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 、何が違反しただけだよ。舐めてんじゃねえよ。はい、すいません。おら、道路交通法違反で検挙。もちろん隊員からは厳しいお灸が据えられた。